私はゴルフネットワークのピンクリボン運動を応援しています。やっぱり検診することの大切さとか、やっぱり早期発見がどれだけやっぱり助かるかっていうこととかを、やっぱりこのなんかピンクリボン活動を通してその時に知ることができて、それから毎年必ずやってます。早期発見、早期診断、早期治療。